持ち物よし、身だしなみよし。うん、今日も張り切っていこう。今日はカフェで待ち合わせ。とっても早起きしたし、きっと一番乗りだね。先輩方に私のやる気を見せる絶好のチャンス。好機一すべからず。なんで、どうして、まだ昼になったばかりなのにどうして。もしかしてこの早起きに立派な錬金術師になる秘訣か。やっぱり綺麗だなこの髪。そう思わない？私はあんまりそういうの気にしたことないからな。でもそれだけ長いのもすごいよね。あんまりいじらないでください。くすぐったいです。先輩方って普段こんなお話をするんだ。私は今先輩方のありのままの姿を見ている。すごくいいです先輩方。今私の中に熱いものが駆け巡っています。何してるの？欲しい。ダメ、音を立てちゃ、あの空間を壊しちゃダメ。今そこにはね、幸福が詰まってるんだから。え、何が見えてるの？あれ、もしかして私がおかしい？あ、レスナ。壊れちゃった。レスナちゃんって深いな。レスナちゃん、おはよう。おはようございます。今日もやる気いっぱいですね。ねえねえ、せっかく早起きして時間もあるんだし、町の外まで散歩にでも行こうよ。はい、喜んで。よし、前線は任せろ。後方支援はお任せください。ちょっと、超巨大投擲大粉砕。まあ、行くよ。振り注げ。蹴散らす。行くぜ。オラオラオラ。行きます。守る神は私たちの元へ。あ、私の番だね。輝け。そろそろいい頃合いじゃない？時は今。いざ自信作。ほらよ。やるね。やるな。偉大な錬金術の力。いや、チャンスだね。強烈だよ。やるな。いつもより力が出せそうだ。おりゃ、こいつでどうだ。手ができました。行きます。秘伝の技見せてあげます。目が回り。輝け。いつでも行けるぜ。力がかっつまくってよ。やあ、偉大な錬金術の力。まあ見て、強烈だよ。無理。俺の番だな。行くぜ。オラオラオラ。秘伝の技見せてあげます。私の番だね。輝け。
どうする？一気に行く？えいや！よし！ありがとうございます。やるね。すごい。行くよ。振り注げ。やりましたね。物足りないな。やったね、レベルアップ。